やあみんな、俺の名前は補欠川弁治郎。言わずと知れた補欠界のスペシャリストさ。今日はみんなに日常のワンシーンを見てもらおうと思う。そこで注意してほしいんだが、絶対に哀れな目で見ないでくれ。それでは、It's Showtime! あ、おはようございます。今。おはよう。かわいいな、お前。いやいや、そんなもんです。あー、かわいいな。失礼やった。失礼やった。そうです、そうです。あ、知ってる、知ってる。僕まだバスケ初めてです。あの、全然聞いたことないんですけど。全然ええねん、そんな。いや、ほんま、憧れです。かわいいですよ。いや、ありがとうございます。やった。練習しよう、練習しよう。やった。かわいい、かわいい。やんけ。おい、できや帰んぞ。こいつで行く。お前めっちゃうまいよ。ありがとうございます。ま、頑張ります。頑張るな。おもんないな。おもんな。いじめよ。はい、お前ら夏の大会に向けて走り込みや。はい。しっかり走れ。はい、じゃあ一本目。はい。何やそれ遅いの。なめどんか。もうあかん、全然あかんわ。舐めてるやろお前ら。行きます。お前なんか通ったか。おい、残り5秒や。おい、行けんのか。おい、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 よっしゃ。いや、よう頑張ったよ、頑張った。お疲れ。いいっす。すごかったな。あ、全然全然勝ったから。あ、もう水なくなってまうこれ。うわ、ここから練習やろこれ。俺のいる。え、もう全然減ってんよ。いや、いいよいいよ。あんま、お前も飲めやろ。いや、あんま喉乾いてんから。よし、練習や。お疲れ。こんにちは。監督、話あるって聞いたんですけど、何ですか話って。最近僕調子いいからですか。だいぶ足も速くなってきましたし、でウェイトもやってるんですよ。でベンチプレスとか最近60やったんですけど70ぐらいまで上がって、で結構食事管理もしっかりしてます。プロテインもこまめにとって、なんで絶対いけると思うんですよ。次の大会は出させてください。いや、テスト危なかったっすわ。5教科400点。ああ、そう。5教科82や。ギリ耐えた。あ、お母さん。まだ来てくれた、ありがとう。いざ、もう仕事行きってもええて。おい、来んなよ。今日は出えへんって。帰れよ。え、アクエリ？アクエリはもらっとくわ。うわ、疲れた。あれ、お前バスケか。ああ、そうやね。あ、そうなん。いやろう、かっこいいやん。うん。ああ、俺もバッシュボロボロや。気持ち入れてるし。お前バッシュ変えた。おい、さっさと走れ。何やってんだよ。うわ、懐かしい、やってんなぁ。お前、うわぁ、すげぇ。あ、監督やん。やって、お前。あ、監督。お久しぶりです。手首打てよ、手首で。お久しぶりです、監督。やってんすね、まだ。ないな。いやぁ、僕もね、今やってんすよ、大学で。そうなんで、ちょっと混ざっちゃおうかな。そう後輩とか。そう、ま、めっちゃええやんけ、お前。ハロー補欠川。ブンブンハロー補欠川。ありがとう。おい、ブンブン。おい、補欠川。そう、補欠川。覚えてるか。補欠川。覚えてるか。監督のわしや。握手後で。覚えてるよな。ありがとうね。ほら、お前のこと見たって。サインも後でやる。
覚えてるか。ブンブあの時は悪かった。おい、ゲスガー、ゲスガーです。こっち見てくれ、ゲスガー、ちょっとサインしてくれ、サイン。ブンブン、あとでね、あとで、オッケーオッケー、頼むよ、お願い。監督、気持ち、わかりました。世界が終わる。